キャロル・ディア・リング号。キャロル・ディア・リング号は商業スクーナー船である。この船は1921年にアメリカ合衆国のオスカロライナ州のハッテラス岬沖において座礁しているところを発見された。発見当時、この船には乗員が一人も乗っていなかったため、メアリー・セレストと同じような航海史上の謎としてしばしば取り上げられる。 このような状況となった原因として、バミューダトライアングルの犠牲となった、暴動が起こった、海賊に襲撃されたなどの推測がなされた。キャロル・ディアリング号は、1919年に GG ・ディアリング社 GG ・ディリングカンパニーにより、メインシューバスの造船所で貨物船として建造された。船名は、オーナーの息子の名にちなんで付けられたものである。 一年間何事もなく運用された後、ブラジルのリオデジャネイロへの航海に出発した。1920年8月19日、ディアリング号は、バージニア州ノーフォークからリオデジャネイロまで石炭を乗せて航海する準備を整えた。この時、ディアリング号は、ウィリアム・エイチ・メリット、ウィリアム・エイチ・メリット船長の指揮下にあり、メリット船長の息子数割る。 スエルが一等航海士を務めていた。他の乗組員10名はいずれもスカンディナビア系、大部分はデンマーク系が占めていた。8月22日、ディアリング号はノーフォークの近郊ニューポートニューズから出港した。しかし航海中にメリット船長が病に侵され、デラウェア州ルイスで息子と共に下船しなければならなかった。 ディアリング社は彼に代わる船長を急いで探さねばならず、66歳の、古参で一度は引退していた、w b ワーメル、W.B. ウーメルを船長として、チャールズ b マクレラン、チャールズブ・マクレランを一等航海士として採用した。再出発した、ディアリング号は9月8日に、リオデジャネイロに到着し、無事に貨物を引き渡すことができた。次の航海まで、 ワーメル船長以下前、乗組員に休暇が与えられたが、この間、ワーメル船長は別の貨物船で働いていた、旧ユーグッドウィン船長に偶然であった。そこで、ワーメル船長は、今の船の乗組員について語ったが、ハバート・ベイツにし、ハーバート・ベイツを除き、その評価は、軽蔑に満ちたものだった。12月2日、ディアリング号は、リオデジャネイロを出発し、 補給のためにバルバドスに寄港した。この時マクレラン一等航海士は、街で良いスノー号、スノーのヒューノートン、ヒューノートン船長に対し、自分が乗組員の訓練をしようとすると、いつもアーメルが妨害する。ワーメルは、ほとんど目が見えず、実質的に自分が全ての運航を取り仕切っている等の不平を述べ。さらには、ノートン船長と一等航海士、 および別の船の船長がコンティネンタルカフェ、コンティネンタルキャフにいたところ、マクレランは、俺は、ノーフォークに着く前に船長をやっつけてやぜ、アイル、ゲットザキャプテンビフォーイーゲットツーノーフォーク、アイウィルと暴言を吐くのを聞いており、マクレランは逮捕された。しかし、ワーメルは彼を保釈して出国させ、年が変わった1921年1月9日。 ディアリング号はハンプトンローズに向けて出港した。1月28日、ディアリング号はノースカロライナ州南東部のルックアート岬沖で稼働していた東大船によって目撃された。東大船の管理者であるジャコブソン船長、ヤコブソンは外国語鉛のある赤毛の痩せた男が、この船は怒りを失ってしまったと叫んできたとしている。 そのまま、ディアリング号と思われる船は通り過ぎていき、ジャコブソン船長は不信感を抱いたが、東大船の無線機が故障していたため、彼はこのことをすぐに報告することができなかった。彼は乗組員が船の全甲板を、うろをつき回っている、ミーリングアラウンドことに気づいたが、その区域は通例、彼らの立ち入りが許可されていなかった。1月31日、 ルックアート岬の東方に位置するノースカロライナ州、ハッテラス、岬沖で座礁しているディアリング号が目撃された。そこはダイヤモンドショールズ、ダイモンドショールズと言われるハッテラス岬から伸びる巨大な浅瀬で数多くの海難事故を引き起こしてきた場所として有名であった。救助隊が編成されたが悪天候のために船に近づくことができず、2月4日になって、 ようやく乗り込んだところ船は完全に放棄されていた。ワーメル船長以下前、乗組員が姿を消しており、航海日誌と航海道具、乗組員たちの身の回りのもの、ボート2隻も見当たらなかった。船の厨房には食品が残されており、食事を準備中に乗組員が行方不明となる何らかの要因が発生したと推測された。沿岸警備隊のマニング号、マニングが ディアリング号を離床させようと試みたが、不可能と分かり、3月4日、航海の障害物にならぬようダイナマイトで、船底が爆破され、ディアリング号は水中に姿を消していった。アメリカ合衆国連邦政府は、ディアリング号の乗組員失踪事件について、広範囲にわたる調査と捜索に乗り出した。政府の5つの機関、商務省、財務省、司法省、 海軍及び国務省が事件の調査に当たった。当時の商務長官であったハーバート・フーバーは、キャロル・ディア・リング号以外にもイタリア船、モンテ・サン、ミケーデ号、モンテ・サン・ミシェルをはじめとして様々な国籍の船舶が、ほうなじ海域で、行方不明になっていたという事実に、好奇心をそそられた。中でも特に有名なのは、異様貨物船である。フーバーの補佐役として、ローレンス・リッチー。 ローレンス・リッチが捜査を任された。リッチーは、ケープ・ルック・アウトでの最後の目撃情報と、ダイヤモンド・ショールズでの座礁との間船に、何が降りかかったのかを、これらの場所に配置された、沿岸警備隊の東大船の公開日誌を読む、ことによって、図で示そうと努めた。捜査中とその後に人気を博した説は多かった。当初は、外部からの侵入が失踪の原因であるように、 思われた。1921年4月11日、クリストファー・コロンブス・グレー、クリストファー・コロンバス・グレーという男が、ノースカロライナ州、バックストンビーチ、バックストンビーチの水面に浮いている瓶の名に、伝言の書かれた紙片を見つけたと主張した。彼はそれを、直ちに当局に引き渡した。文面は次の通り、ディアリング号は、ディーゼル船に追跡され、捕らえられた。 乗組委員も拘束され、すべてが取り上げられた。乗組委員は、船内の各所に隠れており、逃げる機会はない。発見者はどうか、ディアリング本社に通知してください。手紙の筆跡は、ワーメル船長の未亡人によって、ハバーとベイツ議士のそれと一致させられ、また瓶は、ブラジル製であることが判明した。これは、ディアリング号のすぐ後を追って、 ケープルックアウトライトシップに到着した謎めいたミステリアス機船の目撃とともにディアリング号の乗組員失踪が犯罪者たちの襲撃よるものと思われた。しかしこの説にはすぐに反論がなされた。もしある乗組員が何とかして紙、ペン及び瓶を手に入れ手紙を書いたならば、なぜ彼は警察あるいは沿岸警備隊ではなく会社に通知するよう要求したのだろうか その後もいくつかの説が挙げられた。不可避なことであるかもしれないが、自称から数十年もしないうちに、異様な方の説明が広まった。ラリークッシュによれば、クリストファー・コロンブス・グレーは、後年自分が回収した手紙は偽造であったと認めた。やがて陰謀説の大半は相手にされなくなり、乗組員失踪の原因としては、暴動が一般に認められた説となっていった。 1921年7月、ポルトガルの総領事館が、アウグスト・フレデリコ・マルティンス、アウグスト・フレデリコ・マーティンズという船員が行方不明の乗組員の一員ではないかとの権威をかけられていると、知てきたが、やがての地に彼は、ポチュガル号、ポルトガルの料理人であると分かった。また、同時期に、行方不明となった、ヒューイット号の乗組員の一員である、b、o、B、 オーレイニーが別の船で働いていることが分かり、別の潜在的な手がかりが見つかったかに見えた。しかし彼に、中政府職員が接触したところ、レイニーは、ヒューイット号が、テキサス州サビーン、サビーネの港を建つ前に下船したと主張した。結局ディアリング号の乗員の運命について、公式の判断は、一切下されないまま捜索は、翌年から徐々に縮小していった。 キャロル・ディアリング号の乗組員の失踪原因が、公に説明されることは、ついになかったが、最も合理的な説明としては、暴動が挙げられる。すなわち、ディアリング号船内に残されていた海図に記された、ワーメル船長のサインは1月23日を最後に、途絶えており、この直後に彼は、マクララン一等航海士と彼と手を組んだ、乗組員たちに殺害された。 そのまま合衆国近海まで航海は続けられ、ルックアート岬沖の東大線も通過した。しかし海の難所として知られるダイヤモンドショールズで、ディアリング号は座礁、マクレランダ乗組員たちは船を放棄して2層の、ボートで陸を目指すもついに行き着くことなく海の木図と、消えたというものである。それであるにもかかわらずこの事件は、超常現象の肯定論者とバミューダトライアングルの、 支持者のお気に入りであるし、また海の間に大きな謎の一つとして、メアリーセレスト号の光景として有名である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。